頭フル回転しました。体験してから分かる不思議さみたいな、こういう謎解きもあるんだっていう風に楽しかったから分かった時の感動がいつもより大きい。確かに、なんかいろんな種類あるから、普段やんない人でも楽しめる感じ。楽しかったね。楽しかったです。すごい謎解くのに必死だったわ。いろんな謎が散りばめられてて、でそれをこう自分のペースで自由に解いていくっていうのがすごいいいなって思いました。今日はプラプラしてて、なんか看板見かけて入ったんですけど、知らない人ともこう話しかけられたりとかして一緒に謎を解く感じがわきあいあいとしてて、いろんな人と助け合えて楽しかった。分かんないところはヒント見つつやったんですけど、解けた時の快感がやっぱり楽しかったです。なんか絶対一緒ですよねせーのロバのやつ一番すっきりした、マッチ棒のやつだったりとか、頭だけじゃなくて体を使ってみんなで楽しめるような、謎解きっていうのはまず新感覚ですごい楽しかったですね。なんか楽しいって感じ、ポップな感じで、写真も撮れるしね。インスタ映え。いつもの謎解きだとこう1時間以内とかだから焦りながらやってるの、またちょっと違ったゆっくり考えるみたいな、リラックスして遊べるような見て回れるような、そういう感じがあります。一人で来るのももちろん楽しかったんですけど、自分がなんかちょっとしたゲームマスターみたいになって、こうすればいいんだよ、ちょっと近いなとかヒントを出しながらやるのも楽しいなと思いました。